サー・ジェームズ・デュワーサー・ジェームズ・デュワーは、イギリスの科学者、物理学者。液体酸素が磁性を持つことの発見、水素の液化と固化の成功など低温物理学の分野で先駆的な研究を行った。また、魔法瓶やコルダイと火薬を発明した。ジェームズ・デュワーは、1842年9月20日に、 スコットランドのキンカーディオンイコールフォースで6人兄弟の末っ子として生まれた。地元の学校に通っていたが、1852年にリウマチ熱にかかり、長期間の療養生活を余儀なくされた。15歳になるまでに両親とは死別。兄弟と暮らしていたが、1859年にエディンバラ大学に入学した。大学ではプレイフェア教の下で学び、 卒業後も彼の助手として留まった。デュアーの最初の論文は1867年に発表された科学構造モデルに関するもので、そこでベンゼンの構造式の候補をいくつか挙げていた。これがケクレの目に留まり、デュアーはその夏ベルギーのヘントにあった彼の研究室に招かれた。ここでデュアーはベンゼンの他に キリジンやキノリンの構造式も提案している。帰国してからは再びエディンバラ大学で1873年まで助手として働き、1869年からは王立獣医学校の講師も兼任した。王立獣医学校でデュワーは生涯を捧げた低温物理学の研究を始めることになる。デュワーは1875年にケンブリッジ大学の アンドリュー・ジャクソン実験自然哲学と科学の教授に、1877年に、ロンドン王立研究所のフラー科学教授に就任し、両方を死ぬまで務めた。ケンブリッジ大学では、リーベイングと共同で25年以上にわたって、スペクトルの研究を行った。これは、スペクトル線や、スペクトルバンドと分子の状態の関係を調べる、ものだった。 研究室でのデュワー1877年に王立研究所に移ったデュワーは、ここで低温物理学、特に気体の液化とその低温物性の研究を行った。この年、フランスのカイユテとスイスのピクテがそれぞれ独立に別の手法を用いて窒素と酸素の液化に成功していた。デュワーは、翌年には酸素の液化に成功し、 王立協会の国を講演で実演した。また1885年までには大量の液体酸素を製造できるようにし、1891年、液体の酸素やオゾンが磁性を持つことを発見した。デュワーは、膨張させた機体は温度が下がるというジュールトムソン効果を利用して、機体を冷却する技術を開発した。これを用いて、1895年に、 微量ながら水素を液化することに成功した。彼は設備を大型なものにし、1898年には液体水素を大量に製造できるようにして、その屈折率を調べ、さらに翌年に引く摂氏259度という低温で水素の凝固にも成功した。デュアーニオル水素の液化によって、気体液化の競争は最後の一つヘリウムを残すのみとなっていた。 デュワーは、ヘリウムの液化を目指したが、不純物のネオンが先に凍結して、装置を詰まらせてしまい、不成功に終わった。ヘリウムの液化は1908年に、オランダのカメルリング・オネスが同じく、ジュールトムソン効果を利用して成功した。デュワーは、低温での化学反応、物性、輪行などを研究した。例えば、フッ素以外のほとんどの化学反応が低温では、 不活発になること、羽毛のような物質は低温で、輪行を発することなどを発見した。また1892年から1895年にかけては、ロンドン大学のフレミングと共同で、摂氏200度から引く、摂氏200度の範囲で、電気抵抗を調査し、これが絶対0度近くで0になるだろうと予言した。これも、 平家カメルリング・オネスによって1911年に発見され、超伝導と呼ばれるようになった。1892年、研究の合間に、デュアーは魔法瓶を発明した。これは二重壁の内壁と外壁の間を真空にして、伝導と対流を防ぐというものである。当初これはガラスで作られており、1904年に二人のドイツ人、 ガラス職人が商品化に成功し、公募したテルモスの商標で発売した。製作や取り扱いのためには、金属製のものが望まれていたが、金属では表面に吸収されていた空気が放出されるため製造することができなかった。1905年、デュアーは、ココナッツの殻の炭を引く、摂氏185度に冷やしたところ、 それが真空度を上げる吸着剤として利用できることを発見し、さらに内部を銀ッキして放射を防ぐことを考案した。これは極低温の液体を長く保管できるため自身の研究に大きく貢献することになった。第一次世界大戦が勃発すると低温研究は費用がかかるため中止された。そこでデュアーは表面張力や 音波の分析のために、白膜の研究を行った。ある泡は322日の間壊れず、別の泡は直径1.2メートルまで成長した。その後彼の研究は赤外線放射に移り、1921年には液体酸素で冷やしたエビンな機器を用いて、太陽放射を測定した。デュアーは、 1923年3月27日にロンドンで死去した。ありがとうございます。